にちは。脱力系マカロニチャンネルのやっちゃんです。今日はですね、リンゴと甘酒と米粉があればすぐにできちゃうリンゴのクランブルというお菓子を紹介したいと思います。このリンゴのクランブルなんですけど、通常はバターと砂糖とたっぷり使った小麦粉のね、そぼろをかけて焼くんですけれども、バターも砂糖なしでも十分に甘く美味しいリンゴのクランブルができるので、よかったら最後までご覧ください。それでは行ってみよう。はい、では材料紹介していきます。まずリンゴ、今日はね、王林を使いますけど、種類はね、何でもいいです。そして米粉、これはね、製菓用の米粉を使います。そしてオリーブオイル、甘酒、そしてくるみですね。そしてお塩に、シナモンですね、あればシナモンを最後に振っていきましょう。まずリンゴですね。リンゴを四つ割りにしたところで、5ミリくらいのいちょう切りに切っていきます。このくらいですね。切ったリンゴは濃いめの塩水にくぐらせておきます。はい、リンゴをざるにあげて水気を切ったらですね、耐熱の容器にリンゴを並べます。くるみはですね、大きめのものをね、少し粗みじんに切っておきましょう。そしたらですね、米粉に材料をね、全部入れていきます。くるみに甘酒、そしてオリーブオイル、これをね、混ぜてそぼろ状にしていきます。塩も2つ入れてます。はい、こんな感じにそぼろ状になりましたら、先ほどのリンゴの上にのせていきます。最後にシナモンをパラパラっと振って、そしてこれで180度のオーブンで焼いていきます。完成しました。そぼろの上の部分がね、ちょっと焦げてきて香ばしい香りが漂ってきてます。ではね、早速試食してみたいと思います。焼きリンゴのね、ジュワッとした甘みが出てくる感じと、そぼろのカリカリ感っていうのがね、すっごいマッチしてて美味しいです。なんかそぼろの方には甘酒だけの甘みなんですけど、リンゴがね、焼いてこうギュッと美味しさが凝縮されてるので、甘さが足りないっていう感じないですね。リンゴを切って、その上にこのそぼろをね、ババッとかけるだけのお菓子なので、本当にあっという間にできちゃいます。オーブンに入れるまでね、5分もかからないくらいなんで、リンゴ余っちゃったなっていうの時とか、おやつ何しようかななんていう時に、よかったらぜひ作ってみてくださいね。じゃあね。最後までご覧いただいてありがとうございました。番組が気に入っていただけたら、チャンネル登録よろしくお願いします。